さん、こんにちは。竹坂勝則でございます。年末年始です。ということは、そうです、チーズケーキを焼きましょう。年末年始、冬休みといえばチーズケーキの季節でございますよ。ケーキを作ったことがなくても、料理をしたことがなくても、お菓子作りなんか全くやったことがなくても、バスク風チーズケーキならば必ず美味しく、絶対に失敗なくできるので、一緒にチャレンジしていただけたら幸いでございます。材料1、クリームチーズ、卵、生クリーム、砂糖、小麦粉、これだけで作れます。で、実際に今から作っていこうと思うんですけどね、ほんと見てればですね、あ、これは簡単そうな、できるわってなると思うので、ぜひチャレンジをしてみてください。言いません。まずは最初、クリームチーズをですね、400g、ボウルの中に入れます。ボウルは電子レンジを使うので、金属製ではなく、ガラス製かプラスチック製のものを使いましょう。で、クリームチーズを 400g使うわけなんですが、スーパーに売ってるね、普通の銀色のパッケージのフィラデルフィアとかのやつだと1パック 200g とかなんですよ。で、クリームチーズって何に高いじゃないです か、 だからそれを2つ使うとなるとね、ちょっとこうね、結構出費が半端ねえぜみたいな感じでびっくりしちゃうと思うんですけれども、まあね、最初はね、ちょっとその辺の出費を確保していただいて、ちょっとこの頑張って、2パック買ってくださいませ。で、ある程度慣れてくるとですね、僕のこれとか、その1キロなんですよ。1キロで1200円とか1300円ぐらいのものが業務スーパーとかに売ってるので、それを使うようにしていただけたら幸いでございます。今これ 390g です。400使います。390なんで、もうちょい、気持ちもうちょい、こんなもんで、この時のそのグラム数が、まあ若干ね、10-20ぐらいの前後しても別に大丈夫です。今405ですけど、まあ大丈夫です。こんなもん大丈夫です。で、この使い終わったこのクリームチーズは、このね、麺がその空気に触れると、そこからどんどん雑菌が入って腐ってしまうので、まあね、使う前の包丁ちゃんときれいな状態で使って、まな板とかもきれいにして、清潔にして、で、こんな感じでね、この麺をしっかりこうピッチリと、ラップにつけた状態で、冷蔵庫のチルド室で保管をすると、割と1週間ぐらい全然持っちゃいます。で、麺からその腐るときってピンク色の何かしら出てくるんですよ。そのピンク色が出てきたら、ちょっともうアウトって感じで、ちょっと悲しいんですけども、もうね、クリームチーズ高いんですけども、ちょっとごめんなさいって感じにしていただけたら幸いでございます。今、405g までいったので、このまま、これらを、よいしょっと、側を剥がして、うへへへへ、脱げや、うへへへへ、丸バカにしちゃったぜ、うへへへ。丸裸にしがついてるっていう感じにしまして、で、このクリームチーズ、冷蔵庫から出した状態だとすごい硬いんですよ。なんで、このね、ゴムベラでも木ベラでもいいので、まあこんな感じでこうちょっとね、伸ばしてあげましょう。で、こんな感じでぐるぐると、伸ばして、 OK、 こんな感じです。で、ざっくりでいいです。ざっくり伸ばしたら、これをこのまま電子レンジにかけます。600ワットで、そうね、1分ぐらい行っていいと思います。600ワットで1分、 OK、 こんな感じです。で、その間にまた別のところを用意しましょう。別でボウルを用意してもいいですし、めんどくさい方は今この1分が終わったらそのまま用意する形でも大丈夫です。こちらの方はですね、今日私がまず卵2個と、砂糖いきましょう。砂糖ですね、80g いきます。砂糖を80、今35なので残りは45入れると、35です、45で80になる、この世の奇跡ミラクル、75から80消えた。滝沢は 80g の砂糖を測ることに成功した。そしてこの中に砂糖がないから、グラニュー糖を補充することにも成功した。はい、これで OK でございます。で、砂糖 OK です。で、小麦粉もう 8g しか使いません。 8g で、 8g って結構難しいんですけど、結構ね、こんな量です。あ、10なっちゃった、どうも、まあ、こんな感じです。はい、1分上がりました。で、1分上がると、この中のクリームチーズがですね、柔らかくなってるんですよ。で、これをですね、結構ソフトにしたいんです。なので、多分ね、冬場のね、500-600W 1分ぐらいだとね、ちょっとこの少し柔らかかったかなぐらいだと思うんです。なので若干全体的にこのね、コネ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 してあげて、こんな感じで、こんな感じでコネコネしてあげて、で、またさらに 600W で1分いきましょう。
で、この間に生クリームを注ぐ準備をする滝沢勝成で、生クリームを注ぐ、何にでも生クリームを注ぐ、何にでも生クリームを注ぐ、何にでも生クリームを注ぐ女、かんじゃんけいじゃん、木曜日ビールチン、もしみのし、いい、私は何にでも、そんな感じです。そんな感じで、どんな感じだって話ですよね。そんな感じですね。そんな感じです。その適当な話あるかよ。俺はそんな話聞いたことがねえよ。肩の用意をします。18センチじゃないか。これ何センチだろう。これ何センチ、何センチだ。 22? これ何センチ、これ何センチ、これこれ何センチ。測るものがねえぞ。測るものがどこにもねえぞ。あとで概要欄の方に書いておきます。編集でちょっと比べましょう。この方のサイズは8センチです。これです。これを使います。電子レンジから生クリームじゃねえや、クリームチーズをあげて、お、いい感じです。ほら、トロトロですよ、トロトロですよ、トロトロです、トロトロです、もうトロトロ、トロトロクリームチーズです。トロトロクリームチーズいいですね。トロトロクリームチーズで、このトロトロクリームチーズにこのね、その材料それぞれこの混ぜ込んでいくんですけども、その混ぜ込む材料のその順番がすごく大事かと思いきや全然大事じゃありません。何でもいいです。全然大事じゃないです。何でもいいです。もう本当にもうあーって入れましょう。まああーって、こうもうそのなんかお菓子はなんかこのマジックみたいな感じですごいこのね、繊細に計量したりとか、なんかこの正しい手順を踏んだりとかっていうのがそれ大事だっていうふうな、そういう言い伝えがあったりとかしますけれども、それが大事な時もあるけれども、それは今ではね、殻は入っちゃダメ。でも殻が入っても大丈夫。なぜならば取り除けばいいから。そう、人生は失敗の連続。しかし失敗をした時に人々は諦めない心を持つこと、それが大事だって神様が言ってました。で、このね、今卵と粉と卵を入れたんですけども、卵と粉と卵、卵が2回出てきたな、入れるんですけども、これをこのガーッと混ぜ込んでいきます。オーブンの準備をしましょう。オーブンは電子レンジオーブンでもガスオーブンでもコンベクションオーブンでも何でもいいです。240度に予熱をしてください。で、240度予熱をしている間にこっち側の方にですね、生クリームバーッと入れます。しゃー、はい、この中にクリームチーズ、卵、砂糖、薄力粉、生クリーム、5つの材料が入りました。何度も言いますけども、混ぜ込む順番が混ぜ込む順番がとっても大事なんだぜなんてことは全くありません。混ぜ込む順番は何でもいいです、何でもいいです。で、この時にその見てわかると思うんですけど、クリームチーズがちょっとダマになってるじゃないですか。で、このダマになっちゃってるところがダメじゃないんだけど、やっぱその焼き上がった時にですね、このクリームチーズ部分がですね、そのままこの塊で、仕上がってしまうんですよ。別にそれはそれで美味しいからね、別にいいっちゃいいんだけど、気になる方はここからですね、ヘラからこの泡立て器に持ち替えて、これをですね、潰すように、もう砕くように滑らかになれーっていう感じで混ぜ込んでいきます。滑らかになれー、ダマになってしまったクリームチーズ、滑らかになってくれー。オラに元気を、オラに元気を、 Give me 元気、 Give me power、 I got power、You got a power。はい、滑らかになりました。こんな感じです。で、一応僕はそのお店で出すときはこれ以上またこうさらに滑らかにしたいんで、一応こういうね、電動のこのなんかバインってするマシーンでバインっていう感じにして、もっともっとこう滑らかにするんですけども、今日はちょっとめんどくさいんで、やりません。で、この殻見てください。今からこのスーパーテクニックを、殻から5センチくらいはみ出す。こっち側も5センチくらいはみ出す。この状態で切ります。そしてこの型を真ん中で押し込む。左手でこの型を押さえて、右手でこの側面に貼り付けていく。できる限りびっしり貼り付けていく。そう、できる限りというところがポイントです。できる限り
できる限り綺麗にびっしりと、あんまり隙間がないように、びっしりと詰めておく。このくしゃくしゃ加減がね、その割とこうバスク風チーズケーキっぽさにつながるんで、くしゃくしゃのところはすごくいいんですけれども、あんまりこの、ね、隙間がありすぎると、そのデコボコジグザグになってしまいすぎるので、できるだけその、ね、壁にこう、ね、しっかりとくっつくように、こんな感じで、こうです。やっていきます。よしよし。いいぜ、いいぜ。型紙ができたぜ。こんな感じで。そしたら、この型紙を一回抜いて、この、こう、入れて、再度はめ直し、こんな感じです。で、ここの中に生地を流し込んでいきます。よし、行くぜ。うぅ、寒い。ああ寒い。だらららららで、このまあこんな感じで入れるじゃないですか。で、皆さんね、アラブタンバリン叩いたことあると思うんですけども、アラブタンバリンをそうで持つ時のフォームに行けます。タンバリンを持つ時ってこういう風に持つじゃないですか。タンバリン時のイメージを持ってくださいませ。タンバリンはこうやって持ちますよね。で、左手はタンバリンして、タンバリン分かりますよね、皆さん。タンバリン、タンバリン知ってますよね。タンバリン、タンバリン、これですよ。このタンバリンです。このタンバリンです。そう、このタンバリン、このタンバリンを持つときの感じで、このね、ボールを持ってこのケーキの生地を流し込んでいきます。で、一番最初に早く言えよって話なんですけども、このボールがそのガラス製とかで重いと、こういう持ち出すときに結構奥で辛いんで、軽いボールを使った方がいいと思います。早く言えよって話ですよね。わかる、その気持ち。でもさ、なんかその言うのはやっぱこうね、完璧を求めるとね、ダメだと思うんですよ。その完璧とかさ、なんかこうなんか隙がないみたいな。だってほら、ね、人ってさ完璧じゃないじゃん。なんつうの、その隙間があるからこそ愛しいみたいな。僕たちは誰もが少しずつ何か足りないようにできていて、どこかに隙間があるからこそ無邪気に愛しい。こんな感じです。はい、できました。ぶっちゃけあとはもうこれ焼くだけです。うちのコンベクションオーブンの場合は、その余熱が終わるまでその、ね、ヒーターの部分がその赤くなってるんですけども、その赤いところがなくなると、まあ、余熱完了って話になるので、それまでちょっとしばらく置いておきます。その間にその、ね、片付けしましょう。片付け、片付け、こういうの、こういうの片付け。覚えておいてください。片付けしながらね、料理っていうのはするもんなんですよ。片付けをしながら、これ録画できてるな。これ録画できなかったら私泣くんだけど。あ、できる、できる、よかったよかった、よかったよかったよかった。これずっと録画できてるんで、私一人ごと言ってるだけだったらどんなに寂しいことかと思ったけども、気のせいで済みましたよ。よかったです。私の気有で済みましたよ。そう、料理をするときはですね、片付けをしながら、やるとすごいかっこいいよっていう話でございます。ちょっと手が空いたらですね、すぐさっきにこういう洗い物をすると。で、ちょっと手が空いたらですね、片付けをすると。そうすると、作業場がね、埋まるんですよ。この作業スペースとかは。基本的に、ほら、料理ってさ、場所を必要とするじゃない。けど、その場所が、埋まっちゃうと、置き場所が、なんかこう、迷っちゃって、なんかそういう、時間かかっちゃったりとかもするし、
あとどこにあるのかも分かんなかったりするし、目の前のものがすごいごちゃごちゃしてればごちゃごちゃしてるほど集中できなかったんですよね。だから基本的にもう手が空いたらすぐ片付け、手が空いたらすぐに片付け、もうできることできる範囲でもうすぐに片付け、もうちょこちょこすぐに掃除をする。で、流しの周りとかもね、ちょっとベチャベチャだなとか思ったならば布巾を用意して必ずすぐに掃除をする。そしたらやっぱすごい気持ちいいし、ね、気持ちよく調理できるし、あんな感じで段取り力なんですよ、こっちの方は。だからちょっと時間かかったなとかめんどくせえなとかと思ったりするかもしれないんだけども、手が空いたらすぐに掃除をする。僕と君の約束だぜ。さあ、張り切って洗いましょう。あ、いいよ、ウレスが終わったよ。焼いていこう。大体240度で40分。いや、嘘嘘つくなって感じですね。240度で1回35分にしましょう。35分。ちょっとこの辺にね、オーブンによりけりなんですよ。結構ね、その温度高めにいっちゃうオーブンだとそのすぐに焼けてしまうし、あんまり温度が上がらないオーブンだとね、焼き色があんまつかなかったりとかするんで、とりあえず240度は確定なんですけど、まず35分焼いてみましょう。35分で、35分焼いて、見てみて、でその表面の方が、上ですね、上の方がそのこんがりと焼けていたら OK でございます。ちょっとそれは後ほどお見せします。とりあえず私は40分営業なので、私はとりあえず40分やります。皆様1回35分で様子を見てくださいませ。で、必要に応じて5分ずつ追い焼きをしてください。追い焼き、追い炊き、オイスターハーマイオニー、ハーマイオニー、ハーハーマオイオニ、違うか。はい、そんな感じです。じゃあ一旦切ります。ははははは。愉快愉快。おっす。なんかいろいろと錯乱してるけれども、40分が経ったよ。じゃあちょっくらオーブンから取り出してみよう。こちらだ。わあ、いい感じだ。わあ。こんな塩梅で表面がね、こんがりその、まあ、このブラウンっていうんですかね、茶色っていうんですかね、焼き色がついてれば全然これで OK でございます。で、これはめちゃめちゃ熱いので、どこかに見てその粗熱を、取りましょう。で、粗熱を取ってから冷蔵庫って感じです。このまま冷蔵庫にガーンって突っ込んでしまうと、プラスチック部分がそのね、溶けてしまったりとか、あとね、その冷蔵庫内の温度が上がってしまって、他の食材をね、炒めてしまったりとかするので、とりあえず一旦ですね、なんか布とか、なんでもいいので、置いておいて、しばらく、このまま粗熱を取ります。イエイ。いやー、そんな40分の間にですね、まあ、クリームソースパスタのクリームソースと、あとなんかつくねとか作ってましたね。なんかね、うちの娘ちゃんね、そのつくねが好きなんですけど、なんかね、パンとかね、もそうなんだけど、ハンバーグとかこういうつくねとかもね、その焼き色がね、なんかちょっとでもついてるとね、すごい嫌がっちゃうんですよ。味関係なく、なんか色で。だから今そのね、つくねをその、ちょっと種を作ってみて、表面だけね、ちょっと軽く焼き固めてから、もうこのタレでなんか煮込んで火を通すみたいな感じで、ちょっと今やってみたんだけども、ね、味は全然悪くないんだけどね。これどうだろうな。娘ちゃん食べてくれるといいな。とりあえずまあこんな感じになりましたね。これは、長ネギと玉ねぎとごぼうと、鶏の胸肉、ささみ肉と、生姜と塩コショウと、あと片栗粉、卵、パン粉、生姜、ニンニク、あと酒、醤油、塩コショウ、そんな風にとこのバインとしてみたんですけどね。いやー、今日の夜娘ちゃん食べてくれるといいな。はい、そんな感じです。とりあえずまあ、粗熱が取れたら冷蔵庫入れましょうはい、はい、それでは粗熱が取れたと思いますので、ここから仕上げをしていきましょう。まあね、今そこの方を触るとそのほんのりあったかいかな、まあ、もしちょっと熱いかなぐらいなんですけども、ラッピングをするときはですね、冷え切るよりもそのあったかい方が切りやすいので、
ちょっとこのね、粗熱が取れて、まあ、ほんのりあったかいかな、くらいの時にですね、作業を進めていきましょう。本日の滝沢家の晩ご飯、アサリとブロッコリーのクリームパスタのソースでございます。スパゲティを茹でて、これとこの絡めて食べていくわけですね。楽しみだぜ。包丁お願いしましょう。包丁。できればですね、ちょっとこの、大きめの方がいいです。このケーキをこうバーンと一発で切れるぐらいのサイズがあった方がいいんですけども、まあ、なければなかったで全然大丈夫です。もしあればちょっとこの大きめの包丁、用意するかと、良いかと、あ、用意すると良いかと思います。でもう一つ、布巾ですね、布巾。この毎回毎回切るたびにその包丁を拭くので、布巾を水に濡らしてちょっと固く絞った状態でよいしょと。用意をしておきましょう。で、このケーキを切ってラッピングをしていくわけなんですけれども、そのラッピングをし終わったものを置くトレーとか台とかタッパとか何かしらこうあると良いかと思います。それでいきましょう。ではいきます。まずこのケーキの型からケーキを取り出しまして、で、型紙がね、敷いてあるからこんな感じで綺麗に捨てると取れるかと思います。で、ここから雑にこうバババって剥がしてしまうと、せっかくもね、このケーキが崩れてしまうので、できるだけね、崩れないように、生地にくっつかないように、こう丁寧に取っていってあげましょう。この時にね、雑にやっちゃうと、このクッキングシートの方に生地が持ってかれちゃって、結構ね、生地がその汚くなっちゃうので、仕上がりを気にするならば、ここは少し、慎重にいった方が良いかと思います。こんな感じ、よいしょ、いい感じこんなです。で、この状態でまず僕はいつも8等分にするので、まずこの真ん中で1等両断します。几帳面な方は、ちゃんとこの定規とかを使って測った方がいいと思います。僕はいつもこう片面をつぶって位置関係を把握しながら、ここだなっていうところを探して、包丁を入れます。割とここは慎重に、表面をきれいに切ったらゆっくり刃を入れる、ゆっくり刃を外す。こんな感じです。で、90度回転して片面をつぶって、包丁の入れる方向を定めて、で、ゆっくり包丁を前から、ここから刃を入れて表面のところを切って切って切って、ちょっとずつ包丁が入るので表面を切り終わったらゆっくり落とす。で、こうやってキコキコやって、その前も後ろもしっかりこうね、全体的に切れるように気をつけましょう。で、ゆっくり刃を抜く。こんな感じで、さらに斜め45度に傾けて、中心と 前と後ろがちょうどいいサイズ感になるように、ここはね、最終的な見た目に直結する部分なんで、むちゃむちゃ慎重にいった方がいいです。適当にやるとこの真ん中の表面ところがですね、崩れてしまったりとか、サイズ感がずれてしまったりとかするので、めっちゃゆっくりいきましょう。めっちゃゆっくり、で、最後の一発、ゆっくりゆっくりゆっくり、いいでしょう。こんな感じです。ちょっと見てみましょうか。カメラ動かしちゃいましょう。まあ、わかりますかね、このケーキの中心のところ、ここちょっと崩れちゃったんですけれども、こんな感じでその雑にちょっとこれがね、めちゃめちゃ崩れちゃうんですよ。で、今はめちゃめちゃこの表面が綺麗じゃないですか。これケーキが冷え固まってから刃入れちゃうと、ハムの方にその生地がくっついてしまって、上の方にね、こういう黄色い
この生地がですね、ブツブツブツってくっついてしまうんです。なんで、このある程度温かい状態で刃をわーっと入れて、で、毎回毎回拭きながら、ゆっくりゆっくり丁寧にやると、まあ、こういう感じで綺麗にいくかなと。ちょっと僕、この辺失敗しちゃいましたけれども。これが、まあ、割と、理想形な状態です。はい。で、ここまで、切ったら、よし、次行くぜ。これ大丈夫？手元見えてるよね、実は。あ、大丈夫ですね。実は外カメラでやってるからね、iPhone の。実はモニタリングはできないっていうね、そんなことがあるんです。大丈夫かな？録画できてるよね。よかったよかった。OK、OK、OK。では、ここからですね、まあ、このままね、食べてもいいんですけども、食べるときは、ほんのりあったかい状態でも美味しいんだけども、一晩寝かせた方が絶対この味が落ち着いてすごく美味しいので、できればこのまま冷蔵庫で一晩、寝かせてください。で、翌日その冷たいまま食べる。もしくは、まあ、オーブントースターとかでこの温めると、まあ、香ばしくなって美味しいかなって感じなんですけども、おすすめとしてはとりあえず一晩は必ず寝かせる。ってことが、むちゃむちゃにおすすめです。で、めんどくさい方はですね、このまままた、お皿とかに入れて、ラップして、そのまま冷蔵庫に入れてもいいんですけども、ちょっと僕はこのまま、ラッピングの工程まで進んでいこうかと思います。ここは興味があればで大丈夫です。こういうアルミのカップと、あと富澤商店みたいなね、そういうこの製菓材料屋さんとかに行くとですね、こういうフィルムが売ってるんですよ。こういうのをですね、用意すると、プレゼントとかね、誰かそのおもてなしとかするときにはいいかと思います。自分で食べるときは別にこんなんやらなくていいんだけど、まあ、誰かをそのパーティーに誘ったとかね、誰かにこのプレゼントあげるとか、そういった時はですね、ちょっとこのこだわってラッピングをしましょう。包丁の、先を使ってこんな感じでこのアルミトレイに乗せまして、で、このフィルムのサイズにもよるからね、一概には言えないんだけれども、このケーキのしっとりしているところを、まあ、ぺったりとくっつけて、ぴったりとくっつけて、で、こうやって一周囲ってあげて、で、このアルミを起こしてあげて、こんな感じで、もしその余裕があれば、まあ、この上の方にですね、生クリームとかをちょっとトッピングして、さくらんぼとかね、散らしたりとかすると、良いかと思います。あと、おすすめなのはですね、こういう粉糖です。粉砂糖。粉砂糖とかを、まあ、こういう茶こしとかで、散らすだけでもね、すごいめちゃめちゃそれっぽくなるんですよ。例えば、こうケーキやっても、すでに美味しそうじゃないですか。すごいいい感じじゃないですか。で、ここにさらに、この粉砂糖をこうパラパラパラと振りかけると、なんかこんな感じのね、このワンアクションというか一手間だけでもなんかすごいこの一気にこのお菓子っぽいみたいな感じがするじゃないですか。こんな感じでね、そのデコレーションとかも凝ってあげると、また良いのかなという感じでございます。はい。あとはまあ皆様のね、それぞれの都合がありますから、自分で食べるのか家族は食べるのか、それとも恋人とか友達とか大事な人が食べるのか、それぞれに合わせて、まあそのラッピングの手間とか、そのデコレーションの手間とか、それぞれこうね、ホイップクリームとか、なんかこのちょっとヘーゼルナッツとか、なんかココアパウダーとか、なんかそういうのもいいと思いますし、チェリーとかね、なんかいろいろこう乗っけてもいいですし、もしそのお菓子ができる方だったらね、この上にそのアンズゼリーとかとすごいめちゃめちゃ相性がいいので、例えばだけども、アプリコットジャムを買ってきて、アプリコットジャム、鍋の中にアプリコットジャム、お水、砂糖、あんず酒、お酒のあんず酒とかを入れて、で、ちょっとこうレモン汁とか入れて、こう、ダーッとやって、で、それをね、ゼラチンとかで固めて、ちょっとゼリーっぽくして、この上に、もうラッピングした後に、この上からこう、ガーッと垂らして、で、それをこの冷やし固めたりとかすると、またさらにこうね、わー、デリシャスっていう感じに。なったりとかすると思うんで、まあ、そういう手間暇をかけられる方はちょっとチャレンジしていただけたら幸いでございます。はい、こんな塩梅でございます。では今回はチーズケーキの作り方ということで、ご紹介させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。簡単に作るっていう話になると本当にもうその5つの材料を混ぜて焼くだけって感じなので、ぜひやったことがない方、お菓子作りをしたことがない方もですね、チャレンジしていけたら幸いでございます。はい、そんな感じで応援させていきましょう。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。